ちやったっけ、あの箱根スカイラインの営業時間って調べられる。ちょっと今ね、僕が手舐めてるから動かさない。しかしこの三郷って長いの、三郷線って6長いの、6の三郷、6の三郷。ただこれ左行けって出てるじゃん、あるね、パーキングエリアみたいな。あ、こっち側にないのか、あれ行きだけか。あの自販機はめちゃくちゃあると思う。そうだよ、多分なさそうだね。そうなんだ。ふぅ、お、スカイツリー見えてきたよ。多分下地獄だったね、多分マジでね、ここ来るまでに8時まで、8時、9時ぐらいまでかかってたと思う。これ雷か、しかも3連休の仲間だし、中日だし。冬用タイヤ履けと。チェーンは買うか、チェーンな、いい加減な。でもあった方がいいよ、なんかの時に、うん、チェーンで進める道も超低なんだけど。で、なんだっけ、箱根スカイラインの営業時間。前あそこ7時ぐらいに行こうと思ってる、まだやってたもんな。ポワンポワンってランプついてたもん。夜5時半って書いてあったけど、絶対それ。すげえ勢いで投げてるんだけど、なんか私の手を離さない勢いじゃん。ママに甘いますわ。お、9時から17時あ、じゃあ大丈夫だね。ありがとう。じゃあ6時半に出ますか。
さ、本当になんか家みたいな感じになっちゃったよ。え？家というか、あのご近所のなんか遊びに行くゲーセンみたいな感じだった。逆煽りしてるわけじゃないんだけど、俺は好きじゃないんで、悪いと語ってって、端っこからかな。